は購入品紹介。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は、この前ですね、ママとデートしてきました。ということで今回はそのデートで買ったものを紹介していきたいと思います。ちなみに、前髪が今日ね、実はね前髪ケープでガチガチにしてて粉だらけだったので、ちょっと今回止めさせていただいてます。はい。じゃあ早速たくさんのでじゃん紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。最初に言っとくんですけど、口内炎がめちゃめちゃ痛いので、喋るだけで痛いぐらいなので、ちょっと滑舌悪いかもしれないんですけど許してください。じゃあ行きましょう。じゃあまずはウィゴーから。はい、まずはこちら、じゃーん。はい、こちらはですね、全体見えるかな、こんな感じです。こちらがボアフーデッドブルゾンでございます。こちらの値段が1099円でした、税込みでね。で、元々の金額ね、これ剥がせるんだよ、剥がすと、おお、3999円、高いね。でこれね、実はね、男性もののやつなんですよ。でこれが S サイズなんですけど、そのなんか安くなってるコーナーっていうのに置いてあって、全部 S サイズで、でも男性だと入んないんじゃないかなってぐらいちょっとちっちゃめで、私は大きいんですけど、多分それで安くなってたかなと思ってます。はい、よくない？なんか上着をさ、まあ、今年結構2着このこうやって羽織るやつね買ったんだけど、また持ってないような生地で、中もね風通さないやつね、で紫を持ってなくて、なんか結構似合うかなって結構心配だったんだけど、着てみて、ウィゴの鏡で見てみたら、あら可愛いじゃんと思って買っちゃいました。いやさすがにこれでさ、普通さこんなんさ4000はするよねって感じ。着てみるとこんな感じです。ちょっと見にくいね、ごめんね。な感じで、ここにポケットがついてて、チャックがついてます。こっちもそうですね、システムなポケットもあります。じゃないね。でフードがついてますね、こんな感じです。でまあちょっとブカってしてる感じなので、まあ女の方には、女の方って何女性の方はとてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてはこちら、じゃーん。はい、こちら髪の毛です。実はですね、ちょっとここにも映ってるんですけど、ウィゴーではピンク髪を2本持っていまして、あとは100均でね白っぽいこのピンを、持っていまして、欲しいなと思って買いました。この色良くない？でこちらが、330円だったかな、1つ。なんかピンクの方が切る勇気がなくて、なんかウィゴーのだからすごい、で100均は切ったんだけど、いい感じに切れたから、まあ、ちょっとこっちは挑戦してみようかなと思います。でなんかこれってこうやって合わせてみて、自分の髪の毛に合ったらこの袋のまま切った方がいいらしい。なんかね、そんなことがね書いてあったのよな、どっかで。ちょっと一回切るところは早送りでもいいんでやってみましょう。合わせてこんぐらいか、あでも言うて毛先ここら辺。じゃあ切ります。一応さ、前髪切り用のハサミで切った方がいいよ。で、ここら辺だよ。ちょっと怖いから余分に。いくよ。せーの。怖い。やばい、ここは切れない。やばい、絶対中さぐちゃぐちゃになる、これ。切れない。あ、切れた。ねえ、すごい下手くそ、こんな下手くそなことありますかってぐらい机が髪の毛だらけになりました。いや髪の毛だらけになっても別にもうね、後で拭くし、諦めモード入るの早すぎだろ。え、怖くない？切りました。とりあえず一旦開けてみますね。え、これで長ささちょっと短かったらちょっとショックだよ。いいんじゃない、ほら。あれ、ちょっと短すぎた。あ、でも別にここら辺の中間ら辺に止めれば。やってみますか。ああ、
机が髪の毛だらけだよ。すごいことになってる。ごめんなさいね、髪の毛ボサボサで。今日平日なので学校がありまして、実はてか学校がありましてと言っても今日デートしてきたんですよね、ママと。いいんじゃない、ほらちょうどいい感じになりました。よき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 。でこっちも同じ感じで切りましょう。切ります。 GO。 さあこっちはどうか。あ、いい感じ。こんな感じです。どうでしょうか。はい、新しい色買ったよって感じです。続いてはこちら、じゃーん。はい、カチューシャです。白色のこういうカチューシャさつけてみたくて買いました。こちらの値段が330円でした。前髪をこのまま上げちゃえ。こんな感じです。いいね、いいわ。これ前髪上げてても可愛いかもね。続いてはこちら、じゃーん。はい、こちらはですね、ネックレス、歯がついてるネックレスです。こちらの値段が330円でした。これは単純に面白いなと思ったのと、なんか面白いなと思ってずっと見てたら、なんか愛着湧いちゃって買っちゃいました。ほら、歯です。どちらさんかの歯、銀歯です。感じです。続いてはこちら、じゃーん。またネックレス買っちゃいました。こちらも330円でした。これはハートです。なんかね、羽かながハートになってる感じで、おシャンティーなネックレスです。続いてはこちら、じゃーん。こちらはこれもね、330円でびっくりしたんだけど、指輪です。こんな感じで、なんか330円で5個ってお得だなと思って買いました。はい、ウィゴーは以上です。続いてサンリオコーナーで買ったものを紹介します。はい、こちら、じゃーん。はい、こちらはですね、ハンギョドンの併設付きメモ&シールでございます。メモ帳が20枚、シールが16ピース入ってるそうです。これね、ずっと欲しくって安くなってたんですよ、550円に。で、買っちゃいました。開けましょう。これ欲しくて、可愛くない？ちょっとめっちゃ小物ケースにもなるっていうのが本当に魅力。私にとっては最高です。こんな感じでキーホルダーになってますね。なんかジップロックみたいになってるね、こういう。だから落ちなくて安心ですね、めっちゃ。で、はい、これわ、めっちゃプールバッグの匂いがする。はい、めっちゃ可愛くない？このメモ帳、シールがこんな感じになってます。多分これ上も大きなステッカーになってまして、下はこんな感じのステッカーです。いや、こんなの使えませんね、本当に。多分サンリオショップとかに行けばあると思うので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。はい、続いてはじゃーん、100均で買ったものを紹介します。100均はもうパンパン紹介していきます。はい、まず1つ目がこちら、はい、硬質カードケースでございます。これ上から入れるやつで初めて買ったんですけど、サンリオのカードを入れようと思って買いました。続いてはもう、これはもう一気に見せちゃいます。じゃーん、文字パーツ、アルファベットビーンズと、数字&記号のビーンズでございます。はい、このね、ビーズのキーホルダー作るのハマりました。休憩時間に作るのマジ最高で、あとは、まあ、全部違うんですけど、バッと見せます。じゃーん。はい、これがピンクの、ラウンドビーズ、それからこれが推しカラーのハートミックス、こういうのがね本当に作れるやつで、でこれがプチ花ビーンズ、それからバタフライビーズ、可愛いですね。そう、前さこんな感じでやったじゃないですか。あ、これ今までのやつですけど、まあちょっとね、この中に収納したいと思います。で、一回カメラ止めますね。はい、しまいました。めっちゃカラフルになって、なんかテンション上がります。撮影終わったら勉強する前にちょっとね、これ作りたいなと思います。はい、次ラストはこちら、じゃーん。はい、こちら黒のマニキュアでございます。これはですね、ネイルチップを最近ね購入させていただきまして、そちらに塗ろうかなと思ってます。もう明日もうそのネイルチップ使いたいので、もう今日やります。はい、はい、続いてはこちら、じゃーん。はい、コージーコーナーで買った甘いものです。
この甘いものはね、今日のね、後で撮影終わったら食べようかなと思ってるものです。ママはこちら、じゃーん、ジャンボシュークリームカスタードでございます。はい、で、パパが、はい、こちらジャンボシュークリームチョコ、チョコ珍しいよね。で、私はあのジャンボプリンにしまして、でかいです。あ、冷たいの入ってる、冷たい。はい、もうね、カメラの充電がもうやばい、あと1個しかないので、もうね、そろそろ終わりにしたいなと思います。ということで、こんな感じでした。はい、ということで、今回は、購入品紹介、ママとデートした時の購入品紹介をしました。やばいです、もう充電がなくなる寸前なので終わりにします。で、新しいお乳の洋服もゲットできたのでよかったなと思ってます。はい、こちらの動画、ママとのデートの動画ですね、まだ見てない方、見てる方ももう一度見てくれると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。